私は信州大学医学系研究科スポーツ医科学講座の野瀬宏と申します。よろしくお願いいたします。はい、本格的な暑い夏が来る前にですね、暑さに強い体づくりについてこれからお話ししたいと思います。では、暑さに強い体とはどういうものを言うんでしょうか。これはですね、皆さんが暑いところで歩いている時の体温調節能の仕組みを説明しています。歩いている時っていうのは、筋肉というのは自動車で言えばエンジンみたいなものです。でここでエンジンで熱ができてですね、でその熱は血流に乗って心臓に運ばれます。で何もその体温が体で生まれる熱がですね、外に放散されないと、実はうつ熱状態になります。だいたい人がですね、 38.5 度以上に体温がなってくりますとですね、それが実は熱中症の主な原因となるわけです。で、そう熱中症になれば非常に困りますので、体っていうのは皮膚の血流を更新させたり、あるいはですね、汗をかいたりして、で体温を下げます。特に汗はですね、体表から蒸発することによって気化熱を奪いますから、それによって体温が低くなって、そして熱中症になることを防いでくれるわけです。そしたらどんな人でもいつでもですね、体温調節能というのは発達しているかというと、そうではありません。これは食道温、これ脳温と考えていただいたらいいんですけど、脳温とそれから汗の分泌する速度ですね、これを表しています。で潤化する前というのは運動をしてですね、平熱っていうのはだいたい 36.8 度なんですけど、体温が 37.5 度になるとやっとですね、発汗が行われます。すなわちどういうことか、皆さんが風邪をひいてですね、熱が出た時の状態を思い浮かべていただければいいんですけれども、 37.5 度っていうのは結構体温としては高いわけです。すなわちどういうことか、暑さに慣れる前っていうのはですね、皆さんは暑い暑いと思いながらですね、汗をかいている状態なんです。一方ですね、暑さに慣れるとどういうことになるかっていうと、平熱が 36.8 度ですけれども、37度になった途端ですね、汗をかき始めることができます。ということはどういうことか、皆さんはですね、暑いと感じないで汗をかいている状態になります。すなわちちょっと体温が上がるだけで汗が出てですね、体のラジエーター機能が動き始めますから、汗をかいている割には暑くないなという、そういう感覚が出てまいります。これが発汗っていう汗のかくスピードですけれども、こっちにですね、皮膚の血管の開きやすさを示しております。皮膚の血管も同じようにですね、暑さに慣れる前はですね、体温が非常に上がらないと拡張というか開きませんけれども、暑さに慣れるとですね、体温がちょっと上がっただけで皮膚の血管が開いて熱を放散するようになるということになります。ではなぜこのようにですね、暑さに慣れると体温調節能が更新してくるのでしょうか。そのメカニズムですね、従来は一般に言われてきたのはですね、頭が良くなったんだっていうふうに言われてまいりました。すなわち発汗というのはですね、脳の体温調節中枢にっていうものがありましてですね、そこから体温が上がったよ、汗をもっとかきなさいという指令が汗をかく線ですね、汗腺に行って、でその指令に伴ってですね、汗っていうのはかくんですけれども、だからですね、汗がよくかけるということは頭が良くなったんだというふうに考えていたわけです。ところがですね、そうじゃないんだよというこの話をお話したいと思います。これはですね、犬とそれから人との血液量の分布を示しています。すなわち犬というのはですね、心臓の位置よりも上にですね 70% の血液量というものを貯めています。したがってこれ犬が四つ足で立っている場合というのは嫌顔でもですね静水圧、要するに圧力に従って心臓に血液が戻ってくるわけです。ところがですね人っていうのは 70% の血液がですね心臓より下に溜まっています。だからちょっと油断するとですね心臓に血液が戻ってこなくなってで大げさに言えばですね心臓が空打ちをしてしまってで血圧が保てなくって失神してしまうというそういうリスクを冒してですね人っていうのは2本足でこのように行動しているわけです。従ってですね人っていうのはどういうことかっていうと血液量がものすごく大事なんですね。血液量がちょっと下がるだけで実は心臓というものから出てくる血液量がなくなってですね皮膚に回すことができなくなるし、あるいは汗腺、汗をかく腺にですね血液を回すことができなくなって汗の原料となる血液が不足することによって体温調節能が劣化するというそういうリスクをいつも負っているわけです。次の実験を見てみましょう。これはですね自転車で運動をしているんですけど、その時に点滴をしながら自転車で運動してるんですね。その時に食道温とこれ脳温だと考えていただいたらいいんですが、それと皮膚の血流量を調べたものです。そうするとですね脳の温度が上がってきて脳からですね皮膚の血管にもっと拡張しなさいという指令がどんどん送られてきますと、皮膚というのはどんどん拡張していきます。これで血流量が増えていきます。だけどですね面白いことに 37.6 度になるとですね皮膚の血流が体温が上がるにもかかわらずもう上がらなくなってしまいます。もうダメだっていうわけです。ところがですね点滴をしてやるとこの体温が上昇するにつれてですねずっと皮膚の血管が拡張し続けるっていうことになります。どういうことかっていうと人の体温調節能を上げるのは血液量が大事なんだっていうことがはっきり分かるわけです。そしたらですね運動中あるいは皆さんが生活中にですね点滴をしながらですね生活することはできませんよね。だからあらかじめね血液量を上げておくっていうことがすごく大事なわけです。血液量を増やすにはどうしたらいいか。不健康な人はドーピングをします。これは実は許されていないわけですから、どうするかっていうことで私たちが提唱したいのはですね、運動の後の牛乳であります。牛乳の摂取であります。これはですね、非常に強い運動を1時間余りしてもらって、その後にですね、コップ1杯から2杯のですね、乳製品を取ってもらったんですね。でこの C 条件っていうのは偽物です。で S 条件っていうのは、牛乳もどきです。コップ1杯から2杯ぐらいの牛乳です。そうするとそしてですね23時間後に血液量と血液中のアルブミン量を調べてみたわけです。その結果ですねこの偽物を飲んだ群ではほとんど血液量というのは変わりません。アルブミン量も変わりません。ところがですねコップ1杯から2杯の乳製品あるいは牛乳をですね運動の直後に飲んでもらうと血液量がこのように 100cc 足らずですね上昇するというそういう現象を見つけたわけです。体温調節度も上がるんじゃないかということになるんですが、だから運動中に糖質タンパク質摂取、これは牛乳だと思っていただいたらいいんですけど、コップ1杯から2杯の牛乳を飲めばですね血小中のアルブミンが増加して血小量が増加して体温調節能を改善するんじゃないかということで実験を行いました。で大学生に協力してもらって彼らを2つのグループに分けました。でここに示しますようにどちらの群にもですね同じ体力同じ体温調節能を持っている人たちをこのように無作為に分けたわけです。でそういう人たちをですね、たったの5日間運動トレーニングをしてもらいます。で昼食をとって2時間以上経った後夕食前の2時間以上前にですねトレーニングをしてもらいます。どんなトレーニングかっていうと個人の最大体力の 70% の運動強度で30分間自転車をこいでもらって、その後にですね、偽物かあるいは牛乳もどきを摂取してもらうわけです。で、日々のですね、食事によるカロリー摂取量あるいはタンパク質摂取量というものもちゃんと調べています。このように両軍で食事によるですね、カロリー摂取量あるいはタンパク摂取量は変わりません。それプラスですね、偽物軍では甘みをついたこういうサプリメントを飲んでもらいますから、ちょっとカロリーが上昇しています。一方ですね、牛乳もどき群っていうのはタンパクを摂取してもらっています。で、大事なことを言います。この糖質の摂取量にしてもタンパクの摂取量にしても1日の摂取量に比べればですね、それぞれ 11%、25% というわずかな量ですよというわけです。で、この量を運動の直後に摂取することで一体何が起こるのかということが大事なわけです。で、こういう物々しい実験室でですね、体温調節のを測ります。発汗量を測ったり、あるいはこれ鼻からですね、食道音を測ってるんですね。食道音というのは先ほど言ったように脳音を測ってることになります。で、皮膚の血流を測ったり、それから血圧を測ったり、血液を採取したりという、こういうふうな実験を行うわけです。その結果ですね、5日間経つとですね、何が起こるかっていうと、偽物を取った群でもですね、実はアルブミン量が増えて、そして結晶量が増加いたします。ところが牛乳を1杯から2杯飲んだ群っていうのは何が起こったかっていうと、結晶量の増加が倍になるんですね。たった5日間でですけれども、飲まない群に比べて倍ぐらいの増加量があるということになります。で、その結果一体体温調節のにどういう変化が起こるかっていうのがこのスライドであります。左がですね、偽物群、これが牛乳群ですけれども、こう見ていただきます。で、運動するとですね、体温がこのように上がっていくにつれて発汗が起こっていきます。体温が上がって脳のですね、体温が上がるとですね、脳が体温を下げるために汗をかいてくださいという指令を、汗をかく腺、いわゆる汗腺に指令を送りますから、このように体温が上がるにつれてですね、発汗というのはこのように起こってきます。で、皮膚の血管もですね、このように開いていきます。で、これがトレーニング前ですね。で、トレーニング後にはそしたらどうなるかっていうと、ちょっとようになりますね。同じ体温でもちょっと汗のかく速度が速くなりますし、血管の開く速度も速くなります。速くというか血管の開き方も大きくなります。で、この勾配を取ってみますとちょっと良くなります。一方ですね、この牛乳を飲んだ群っていうのはどうなるかっていうと、劇的に良くなります。で、カーブを取ってみると、このスロープですね、この取ってみると、こっちと比べてみたら分かりますね。劇的にスロープが吸収になっているっていうことは分かります。で、この吸収になったスロープをですね、統計処理するとどういうことになるかっていうと、こういうことになります。何も飲まない群、要するに偽物を飲んだ群っていうのはちょっと良くなります。確かに汗のかく感度ですね、一定の体温の上昇に対する汗をかく速度はちょっと良くなります。皮膚の血管の拡張もちょっと更新します。だけど牛乳を1杯から2杯飲んだ群ではですね、劇的に良くなるんですね。3倍も良くなるということが分かったわけです。これが実は若い人での結果であります。すなわちどういうことか、若年者では運動トレーニング中の牛乳を摂取するとですね、血漿のアルブミン量、血漿量を増加させて体温調節能を改善した、すなわち熱中症になりにくくなったということが分かるわけです。ところがですね、熱中症の危険があるのは65歳以上の実は高齢者であります。だから同じような実験をですね、高齢者でやってみようということになるわけです。で、これは自転車、暑い部屋で自転車運動をして、その時の発汗速度、それからね、皮膚の血管のかきやすさを若年者、若い人ですね、それと高齢者で比べたものであります。若年者に平均年齢が23歳、高齢者は66歳ですけれども、どちらもですね比較的日常の活動度が高い人たちです。その人たちで比べてみますとですね、すごく面白いですね。体温が上がるに従って、脳の温度が上がるに従って、発汗の速度、要するに 汗のかく速度っていうのはこのようにどん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 上がっていきます。だけどこの上がり方は若い人に比べてですね、高齢者では3分の1に低下しています。あるいは皮膚の血管の開きやすさも、これも3分の1ぐらいに低下しています。で、比較的ですね元気な高齢者でもこの程度でありますから、例えば運動をあまりしない高齢者っていうのはもうほとんどフラットになっています。で、こういう人がですね運動をするとで汗をかけない、それから皮膚の血管が拡張しないということでたやすくですね熱中症に陥ってしまうということは容易に想像できるわけです。な高齢者についてですね先ほどの実験をやってみようというわけです。で、同じように2つの群に分けました。で、両軍間で体力とか、それから身長体重には有意差がないように分けました。で、一方は偽物で、もう一方はミルクもどきを飲んだものでありますけれども、このように分けて実験を行ったわけです。で、急激なですねトレーニングのプロトコールを組むのは高齢者では怖かったものですから、私たちは8週間の、トレーニング期間を置いて、週に3日間だけ1日60分間自転車をこいでもらいました。最大体力の60から 75% という、ややきつい運動をしてもらったわけです。で、それぞれの日にですね運動の後に偽物か、あるいは牛乳みたいなものを飲んでもらったわけです。コップ1杯分の牛乳です。その結果一体何が起こったかというと、実はこれが実験風景ですね。これが運動風景で、その後にいわゆる偽物か、それから牛乳もどき、要するに牛乳に匹敵するものを飲んでもらったというわけですけど、本人たちはどっちを飲んでるか分かりません。分からないようにしております。その結果一体何が起こったかといいますと、血小量はですね若い人と違って偽物群では全然増えませんでした。実はアルブミン量も増えてませんでした。8週間も運動トレーニングしたのに非常に残念な結果です。ところが牛乳をそのトレーニングの後にいっぱい飲んだ群っていうのは、実は血小量が少しですが増えるんですね。血小のアルブミン量も少しですが増えます。その結果一体何が起こったかというと、体温調節のですね運動トレーニングをするとですね皮膚の血管が拡張しやすくなって発汗も起こりやすくなりますけど、この偽物群ではちょっと良くなってますね。ちょっと良くなってる。ところがこの牛乳群ではですね、特にこの皮膚の血管の開きやすさというのは劇的に良くなっていますね。それぞれのこのカーブをですね統計処理するとこのようになります。一定の食道温の上昇に対する汗のかきやすさっていうのはコントロール群、要するに偽物群では変わりませんでしたけれども、このミルクを摂取した群ではですね汗をかきやすさは 20% アップ、それから血管の皮膚血管の開きやすさはですね倍になっているということが分かります。すなわち高齢者でも運動トレーニング中の糖質タンパク質、補助食品摂取ではですね血小アルブミン量、血小量を増加させて体温調節の改善させたということが明らかになったわけです。で、今のは体温調節の話ですけども、実はですね筋肉も太くなるっていう、そういうお話をしたいと思います。これは5ヶ月間インターバル速歩トレーニングというトレーニングをしてですね、その後に牛乳を1杯飲んだ群と飲まない群を比較したわけですね。筋肉の量という筋力というのと筋肉の量を比較しました。で、これが測定装置ですけども、そうするとですね牛乳を飲まない群に対して飲んだ群では筋肉の断面積が非常にアップして、そして筋力も増加したということが分かりました。で、筋力というのはあまり体温調節能と関係ないように思いますけれども、実はそうではなくて、先ほどの一番最初に見せたスライドにですね、人の血液っていうのは 70% 実は下半身に溜まっているということですね。でずっと立てたら心臓に血液が戻りなくなって心臓が空打ちしてですね、失神してしまうよということを言いました。でそれを防ぐために実は下肢の筋力っていうのはすごく大事になります。で歩くっていうことによって筋肉が律動的に収縮することによって血液が心臓に戻ってきて、そして心臓から排出されるですね血液の量を保証してですね、そして皮膚にもそれから汗腺にも汗をかく腺にも血液がたくさんいって体温を調節のを維持するということにも寄与しているわけですから、この筋肉を維持するということも非常に熱中症を予防するという意味では大きいんですね。で牛乳を飲むことによって、運動直後に牛乳を飲むことによってこの筋肉も太くなるよということは非常に熱中症の予防に重要であるということが分かるわけです。さて、ややきつい運動をするにはということで、今ちょっと言いましたけどインターバル速歩というのを私たちは推奨しております。どういう運動かっていうと、ややきついと感じる速歩をですね3分間ずつこの交互にゆっくり歩きと早歩きを交互に繰り返すんですね。でこの早歩きのレベルはどれくらいかと言いますと、個人の最大体力の 70% 以上の運動をしてもらいます。そしたらですね、なんで3分間ずつ交互にこういうのは繰り返すかっていうと、ほとんどの人がですね3分以上このややきついと感じる速歩を継続することができないからです。だから嫌になったなと思う頃にちょっと休んでくださいということをあらかじめ許可しておくとですね、この人たちは一般の人はですね長時間速報することができるっていうことであります。この場合だったら30分間トータルで速報してくれたということになります。でこれをですね、実はちょっと熱中症から話が変わるんですけれども、やっていただくとですね何が起こるかっていうと、実はインターバル速歩というのを5ヶ月間したら体力が最大で 20% 向上します。20歳ぐらいは輝いた体力が得られます。さらにですね高血圧高血糖肥満が 20% 改善します。その結果ですね医療費が 20% 削減できるということが分かりました。一方ですね、1日1万歩ゆっくり歩きでですねだらだらと歩いていたらその効果は保証されないということが、実験的に分かっているわけです。でこの、歩き方の詳細についてはですねここで出版っていうか本になっておりますので、是非読んでみていただきたいと思います。最後のまとめですけど、このインターバル速歩の後にですねミルクを1杯飲んでください。そうすると熱中症を予防できます。血液量が増えて体温調節能が上がって、そしてその結果たくさんの血液が皮膚の血流として提供されて、あるいは汗腺ではですね汗の材料となる水分とか電解質を供給されてですね汗をかけるようになって体温調節能が上がります。一方ちょっと最後に言いましたけども、このインターバル速歩をすることによってですね要介護あるいは生活習慣病を予防できるということになります。で熱中症というのはなんか特殊な病気のように思いますが、決してそうではありません。いわゆる生活習慣病の延長線上、あるいは体力が低下した人の延長線上に熱中症があるというふうに考えてもらった方がいいと思います。だからですね今の比較的涼しい時期からですね運動トレーニングをして体力を鍛えて、生活習慣病を予防というすること自身がですね熱中症を予防するということになります。そのためにですねインターバル速歩の後に牛乳製品を摂っていただきたいというふうに考えていただければいいと思います。以上になります。ご清聴ありがとうございました。